降りた、おお高い。敵の敵は味方。そして叩く。自分の願望を実際の形にする力じゃないかと思ってるの。どうもごきげんよう、バイオショックインフィニット続きからやってまいります。よし、一回入ったらもう戻れません。行きましょう。やってくれ。おお、うおっ、これかなりの体力を使いそうですよ。よし、ガンスミスのところに戻って取引を済ませたら飛行船に向かおう。そうすればここはもう用済みだ。用済みだ。モクスが武器を手に入れたら革命が起きるわ。レ・ミゼラブルみたいにね。それがここの人たちのためにもなるはず。いいことが起きるといいですね。ここにあるこの銃、お、新しい銃、バーストガン、これ全部、おーすごい、これ全部デイジ・フィッツロイさんに渡せば問題解決するんじゃないかと思うんですが、そうもいかないようですね。よし、行きましょう。ここでは、この世界ではチェンリンさんは生きてるという、あれ、ボックスが来るぞ。死んだまんまだ。うわー、虫さん、うわグロ注意。行きましょうか。うん、チェンリンさんは生きているらしいです。そして奥さんも多分ところどころで音が、あー、ホコリが、何が起きている、ボックスが来た。ボックスさんが今この世界では勢力を増しているんでしょうか。あ、こんなところにボックスフォン、デイジー・フィッツロイ。ちょっと様子を見てからボックスフォン聞きましょうか。敵さん、いや、おお、何か迫撃砲のような。まるで何ともなかったように。どうしてだ。この方も鼻血を出しているんでしょうか。よし、立ち止まっていたのになぜ今は動いてる。感じる、感じる。レイジーがこの人たちを動かしたのよ。革命的瞬間に関わることができるなんて。俺は関わりたくないね。関わりたくない。手に入れたらこの場所とはおさらばだ。よし、デイジーがここの人をたちを、ということは市民たちが立ち上がっ、これなんですか、あのマインスイーパーの地雷のようですけど、上から落ちてきたんでしょうか。あ、これを飛ばしていたのかな。よし、出ましょうか。お、いきなり敵？あ、やられてる。え、この人味方、あ、味方、初めての味方。敵の敵は味方。よし、よかった。おお、撃たれてる。どこ、どこ、ちょ、無視しよう。味方、よし、味方、よし、ジャンプして、前回乗ったところに行く。あ、ここ前回乗ってない。よし、行きましょう。どっちに行けばいいんだろう。ガンスミスの店に戻ります。はい、よいしょ。おー、これは酔うかもしれます。あ、バースト、そうだ、バーストライフル。おー、タタタン、ブレブレじゃないか。ポゼッションですね、ポゼッション。そしてゴリ押しプレイ始まるよ。意外に多かった。2人ほどかと思っていたんですが、意外に多かったですね。よし、ポゼッション聞いてる間に戻れない。味方、ボックスポピュライは味方になっている。今はデイジー・フィッツロイさんのために働いてるので、きっと連絡もいってるはず。しかしここは、はい、お金、 Thanks。この世界でも味方なんですね。よし、そして幼女の方が歌ってるような声ですね。そんな声の中、あ、お姉さんが歌っていました。歌声の中で、あー、ゾンビか。ブッカーデイト、ボックスの英雄じゃないか。ボックスの英雄、何の話をしてるんだ、何の話をしてるんだ。見て、ポスター、この世界ではあなたは英雄なんだわ。
どこのポスター？記憶が。あ、いた。俺とスレートがデュイットを指揮して英雄ホールを焼き落とした。バカ、鼻血、鼻から血が出てる。ありえん。一つのファッションに二つの記憶が。これは良くない。レジ・フィッツロンを探しましょう。はい、オープッカーさん、ファーストレディングを出たし、男前だ。さあ行くぞ。早いとこ。もうこう記憶が残るので、預言者さんはこれを使って予言をしていたのではないかと思いますね。あれ、え、あ、そっか、びっくりした一瞬。おお、市民を撃っているのかと思っていたら、カムストックさんの兵でしたね。お、ボックス、ボックス、ボックス。生きてます、生きてます。ボックス、ボックス、ボックス、ボックス。イエーイ、ここに英雄がいますよ。行きましょうか。よし。おー、フィッツロイさん、あれ、レディーなんとか、レディー号じゃないか。ちゃんと船は渡されるんでしょうか。不安になってまいりました。よし、もう一度エレベーターに乗って、あ、なんだ、戻らずにはいられない。おお、盛り上がってまいりました。よし、もう一度エレベーターのボタンを押してきます。よいしょ、初めて聞く音楽ですね。あれ、あ、押せる。よし、ガシャン、瞬間移動しましたよ。さあ、このシャンティータウンから。殉死したことになってる。殉死したことになってる。もっとマシな英雄が必要だ。結局のところカムストックもフィッツロイも違いは名前くらいのものだから。名前くらいのものだからな。フィッツロイさんもあの子供を使ってこう石膏を送り込んでいたというオーディオログがあったので、やはりまともではないと。味方がいる分ね、やりやすいですね。マシンガンタレット出しましょう。ロケットに注意してやったわ。頼む。フック出す。大丈夫だ、問題ない。バッチリよ。大丈夫だ、問題ない。スカイラインアタック。そして叩く。ここでデビルズキスに切り替えてポイ。で、叩く。ロケットランチャー兵だった。味方を撃つな。もしかしてあれは味方だったのか。硬すぎないか、これアーマーがごつい。あのフォールアウト、あ、落ちた。フォールアウト3に出てきたあれみたい。よし、ジャンプで届く。味方、敵、行こう。ほっといて行こう。あ、開いた。自動ドアですね。あ、ここでポゼッションの強化がない。で、弾は大丈夫ですね。よし、あ、もう一回レバー引かないといけないようです。よいしょ、エリザベスさん来てますか。エリザベスさん、あ、いた。どうやらうまくいったみたい。フレーム落ち、うまくいったみたい。ボックスが武器を手にした世界、これはもともとあった世界なの、それとも私が作った世界。あまり思い悩まないでください。どれが敵でどれが味方。構わずにガンスミス。どこだっけ。方向地だ。とても方向地です。ここがグッドタイムクラブということはこっちかな。チリン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 。ポジション、よし、ささやき一つで思いのまま。さあ、お、これは、違うの、こんなことになるはずじゃなかった。エリザベス、私のせいで二人とも。さあ、ここを離れよう。工場に行って飛行船を手に入れるんだ。責任を感じる必要はない。ファーストレディー号、俺たちはたまたまこの世界への扉を開けてそこを通っただけだ。本当なの、ブッカ。
私たちはチェンリンが生きている世界に来ただけなの？それとも私がその世界を作ったの？私のこの能力は自分の願望を実際の形にする力じゃないかと思ってるの。願望を形にする力、一見羨ましそうではあるんですが、ああ、オーディオ聞いてから撮りましょうか。山火事が燃え広がろうとしている森を思い浮かべてほしい。フクロネズミやリスはまだ何も燃えないうちから慌ただしく逃げ出すだろう。いち早く危険を察知しての行動だ、はい、でも蜂蜜で腹を膨らませ、すやすや冬眠している太ったクマはちょっとやそっとじゃ目を覚まさない。なるほど。彼らを叩き起こすにはどうすればいいか、エンポリアに足を運べばわかるだろう。例えが強引ですが、溶接、ちょっと待った、デブルスキス、トラップ、違う、てっきり中から敵が来ると思ったんだ。失望しないでください、リザベスさん、今のはわざとじゃないんです。そっか、この人が溶接してたんだ。妖怪ですね。妖弾。進め。ははは。敵多すぎる。ポゼッション。お、スナイパーライフル。うわぁ。ちょっとオートマト。初めて出す。オートマ。もうこれでいく。ガタ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 。じゃあ探させて、ちょ弾切れ、ライフ頼む、ありがたいね。カオスだ、いろいろカオスだ。ちょっと大きい銃を持ってしまうとダメですね。パトリオットよ、任せなさい。パトリオット、デビルズキス、ぽい。いつもより多く投げております。よし、瞬殺である。よし、大丈夫か、まだいる。弾切れ。あー、この銃難しいぞ。あ、味方だった。早く銃を切り替えて、あ、弾薬ゲットです。よし。大丈夫かな。よし、もう開けろー。さあ、おー、この船がファーストレディー号ではなさそう。飛行船、えらいこっちゃ。あの飛行船をなんとかしないと門は開けられそうにない。溶接の方が、あ、こっち開いてる。飛行船を無力化。あ、なんだこの扉は。入ってみよう。真っ暗ですよ、ここ。なんだこの扉は。デッドスペースですけど、どうしたらいい。開かない。ケースを調べる。ちょっと リピーターゲットしよう。リピーターゲットして、飛行船どうすればいいんだ。撃てばいいのかな。ちょっとスカイラインに乗っていきましょうか。違う、反対ですね。反対。違う。いいのかな。こっちかな。よいしょ。おお、高い。このまま行けば飛行船どうするんだ。飛行船を無力化。はい。撃ってもダメですよね。降りて無力化。一回降りよう。ダメだ。HP メーターがない。プロペラ撃てばいいね。違う、弾薬が切れた。痛い。ポゼッション。違う。
よし、見よう、飛行船のせいで工場に入ることができない。飛行船のエンジンを探し破壊しろ。 OK です。エンジンですね。ちょっと武器切り替えましょう。マシンガンに切り替えます。この辺、この辺、降りられない、降りられない、降りられない、降りたい、よし、降りた。おー、高い。よし、乗り込んだぞ、乗り込んだぞ。さあ、飛行船が静かになりましたね。ポゼッション、あれ、あ、ガラスで仕切られていました。よし、調べましょう。リピーター、今マシンガンを持っているのでリピーターの銃は使えないと。よし、エンジン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 、これかな、これかな、エンジンっぽいですけど、これではなさそうですよ。やはりパトリオットさん倒さないといけないようですね。これはスナイパーライフル、よし、お、弾は十分ありますよ。やはりここでデビルズキスですね。よし、よし、エンジンを止めて、そうですね、どこ、どこ、撃たれてる。よし、パトリオットさんがまだ生きていた。油断した。よし、よし、さあ、エンジン、エンジン、あ、エンジン破壊。お、これ、これ、じゃあ脱出するか。便利だな、便利だな。よいしょ、脱出だ。よし、さあ、これでブッカーデュエット、デュエット、デュエット。おー、落ちていく、落ちていく。いやー、飛行船、ありがとうございます。工場でデイジーを探すんだ。よし今回泡立たしいです、とても泡立たしいです。皆さん酔っていないか心配です。よし、行きましょうか。入ってそう、そうそう。フィッツロイ、フィッツロイ、フィツロイ、違った、あれ、悪魔、悪魔のコスプレ、コスプレと言ってはいけないような気がしますが。おお、オートマトン、よし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 。おお、ボックスのこの顔のメイクかっこいいですね。エレベーターで上に行こう。フィンクのオフィスに行けるはずだ。フィンクが危ない。スカイライン着地時ノックバック取ります。よし、ちょっと強い銃が欲しいな。この組み合わせじゃとても不安です。大丈夫ですか、煙は有害です。ハンドキャノン、よし、こっちに行けば良さそうですね。あ、そういえばあのスカイラインフックを発明したのはフィンクさんらしいですよ。お、光っている。こう、自分が発明したものでエンジンを壊されようとは思わなかったでしょうね。たくさんのビガーが流れ作業でこう運ばれていきますね。こう大量生産されては皆さんあのビガーをこう習得っていうんでしょうか、習得して危険なんではないかと思うんですけども、いつかあの銃の規制法のようなものができるのかな。誰だ、フィツロイとカムストックよ。フィツロイ、馬が合う、どういうことでしょうか。お、テストしてますね。ミスタリン、ミスタリン、なんてこと。あ、パリに行くことばかり考えて、思い出してはいけない、他のことに。こうなるとは知らなかったんだから、知らなかったんだから。私にも責任があるわ。あなたには知りようがなかったという権利がある。でも私は、止まった、
チリンチリンチリン、はい、もしもし、もしもし、フィンク、お前は死んだはずだ。デイジー、この目で見たんだ。フィツロイ、聞け。武器を手に入れた。飛行船を渡せ。渡せ。私の知っているブッカー・デュイットはボックスポピュラーのために準じた。お前は差し詰め彼の偽物か幽霊だろう。まさか。デュイットは次の世代に語り継がれる英雄なのだ。お前の存在は話をややこしくするだけだ。この世界ではフィツロイがデュイットさんを殺したのかな。お、敵対しそうな予感も赤くなってるじゃないか。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。気づかれないうちに挨拶をしてしまいましょう。ご視聴ありがとうございました。よければ次回もまた見てくださいね。お疲れ様です。